い、皆さん、毎度。美容室やってるとね、いろんなお客様来るけどね、男のお客様ね、喋る方と喋らない方いるからね。これ、女性美容師はね、まあ喋ってくれる男のお客様の方が切りやすいよね。もう黙ってね、あんまり反応のない男の人ってね、やっぱり切りにくいよね。物聞いてもね、一言しか返事しないっつうの。仕事忙しいったら忙しい。もうそれ以上喋んないんだよね。まあそういう方の場合はね、喋りかけなくても特に問題ないんだよね。男は口聞かなくてもストレスたまんないからね、黙っててね。そういう方はやっぱり言葉が準備できてないんだよね。なんか急に聞かれてもなんか話がなんかこう出てこないっていうの。だからあんまり喋りかけないで長さのことだけ聞いてりゃいいよね。横をちょっと刈り上げたらこんなもんとかね、もっと切るとか切らないとか、その程度聞きながら、いや黙ってて平気なんだけどね。これ女の人はちょっとねストレス溜めちゃうかもしれないよね。反応のない男の人とかね、返事がない人ね。でも男は平気には平気なんだよね。ただね、来てね、まあ座ってね、まあ短くとしか言わない。こういうお客様ってのはいつ来たかをよく覚えておかないとね。2ヶ月前に来たとか、1ヶ月前に来たとか、3ヶ月前に来たとかね。だから3ヶ月前に来たんなら4センチ半ぐらい、5センチぐらい、もう、問答無用で切ってっちゃっていいんだけど、ちょっと怖かったら、まあ、横の見えるところからね、まあ、長さ切りながらね、長さどうってね、こまめに聞いてればね。で、横回り、お耳回りの長さが決まれば、大体全体に決まるよね。あとは後ろ、まあ、短く切って長さどうって途中で聞けばね、全部切り終わってから聞くとね、切り直しになると被害甚大だからね、いかに早めに聞くかだよね。あとやっぱり、ちょっと長いって言われた時ね、美容師の感覚だと5ミリだの1センチだの切るっていう感覚あるかもしれないけどね、男性の場合ね、こんなに切ったのにもっと切るのって言うとも、あと1ミリか2ミリね、ちょっと切り足すっつうの、まあ、その程度で OK が出たりするからね。あとトップね、意外予想以上に短く切るからね。これトップの長さって意外と切りにくいんだよね。指で挟んで切る長さを下回っちゃう場合だよね。やっぱりコームですくって切っていかなきゃいけないけどね。これちょっとやっぱり切りにくい時あるけど、まあ我慢してね。あと男性の場合はね、なんかこう浅く座ってもらって座高をね、低くしてもらわないとね、女性美容師は切れないからね。その辺のご配慮ね、ご協力くださいと。はい、お疲れ様でした。